はい、こんにちは。どうも、アスリート系管理者団でございます。では今回ですね、運動する人、スポーツ選手がですね、タンパク質を摂取する、3つの意味についてですね、5分間で分かりやすく説明していきたいと思います。結構今ですね、筋トレとかフィットネスがブームになってきてですね、プロテインとかタンパク質の摂取を意識する人が増えてきました。そんな人たちのためにですね、改めてタンパク質をなぜ摂取するのかっていう、意味についてですね、分かりやすくちょっとできるだけ解説していきたいと思います。一つ目はですね、筋トレとか運動をした後に筋肉が損傷とか傷がつくんですけど、それを回復するためにタンパク質が重要な役割を果たすということです。皆さんご存知の通り、筋肉の材料っていうのはタンパク質が主になっています。筋肉は傷ついた後にそれを回復するために筋肉の材料としてタンパク質を摂取することはすごく重要なことっていうのは、皆さんもイメージが湧きやすいと思います。二つ目ですね、筋肉を大きくする、筋肥大をはじめとするトレーニング効果を引き出すための役割があります。例えばですね、継続的に筋トレを行っていると筋肉の、合成と分解が、絶えず起こってるんですけど、この合成と分解の、バランスが、合成が上回ることによって筋肉が大きくなるんですよね。筋肥大が起こるということなんですけど、これを引き起こすためにはですね、筋トレをした後にタンパク質の摂取をすることがとても重要になってきます。その継続的に筋トレを行っている時に十分なタンパク質が摂取されていないとこれが起こらない、むしろ分解が進んでしまうということが起こってしまいます。これは一つ目の理由と少し似ていますね。十分なタンパク質の摂取がないと筋肉の回復も合成もうまく行われない可能性があるということですね。で最後に3つですね、これは結構意識してない人も多いかもしれませんけど、これはエネルギー源としての役割があるということですね。エネルギー、カロリーというのはです、ね、三大栄養素が占めるんですけどね、炭水化物と脂質と、あとタンパク質ですね。運動中に利用されるエネルギーというのは、大体糖質、炭水化物と脂質が、結構メインなんですけど、もちろんタンパク質からももちろん利用されるんですよね。運動中のですね、エネルギー消費量の、全体に対する、タンパク質、その中でもアミノ酸由来のエネルギーっていうのは栄養素の摂取の状況だとか、運動強度によって異なるんですけど、大体 4% から 10% を占めると言われています。そのためですね、運動量が多い、持久系の運動だとかそういう選手たちはですね、アミノ酸とかタンパク質由来のエネルギーをですね、多く使っている可能性があるので、筋肉の疲労だとか筋肉の細胞性だとかに、悪い影響を与えないためにもですね、運動後に、タンパク質、アミノ酸などを、摂取するということを意識するべきだと思います。まとめるとですね、タンパク質を摂取する意義は、3つあります。まとめると1つ目、運動後の組織の回復に影響するということで、2つ目が、筋肥大とか、それらをはじめとする、トレーニング効果を引き出すための、役割ですね。で3つ目が、エネルギー源として活用されるという意味ですね。もちろん運動する人にとってタンパク質は、重要な栄養素ではありますけど、他の炭水化物だったりとか脂質、ビタミン、ミネラルとか食物繊維とか、他の栄養素も、バランスよく摂取してタンパク質だけに、偏らない、食生活を送ることが、重要だと思います。ご視聴ありがとうございました。